伊藤沙莉さんが主演する NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、虎に翼、総合、月曜から土曜午前8時ほか、の第10回が、4月12日に放送され、桜井由紀さん演じる桜川涼子の自宅が視聴者の注目を集めた。桜川涼子は、ヒロイン、虎子、伊藤さんが通う民立大学の同級生。家族のお嬢様で、ファッションや行動が雑誌で取り上げられるほどの有名人。海外で過ごした経験もあり、英語が堪能で、成績優秀。いつもお付きの女性、タマ、長谷川凪さん、を伴って投稿している。第10回の終盤では、涼子が立派な洋館の窓から顔を覗かせ、庭を見下ろす姿が映し出された。場所はどうやら桜川家の邸宅で、リビングで帰宅を待っていた母の久子、筒井真理子さんは、涼子に、少し火に焼けたんじゃなくって、と話しかけ、自分の値打ちを下げてはダメよ、と忠告した。同シーンについて、SNS では、涼子様のお屋敷の撮影は鳩山会館のようですね。音羽御殿こと鳩山会館。録画で見たが、お、鳩山会館じゃないか。鳩山会館、すぐわかるな、もう少しするとバラの美しい季節。久しぶりに音羽御殿行ってみようかな、花子とアン、でもロケ地だった邸宅。これからもっと登場しそう、などと視聴者は反応していた。鳩山会館、東京都文京区、は、内閣総理大臣も務めた政治家、鳩山一郎の私邸として、1924年に建てられた歴史的建造物。音羽御殿、とも呼ばれている。12日のドラマ放送を受け、鳩山会館の公式サイトも、虎に翼、二等会館が登場、と報告。物語は女性初の弁護士、判事になる橋爪虎子の反省を書いた作品で、大学時代の同級生の友人宅として当館が紹介されています、などと綴られた。